皆さん、こんにちは。旅好きの散歩ニャンなんだにゃ。第4回目の今回は、たまたま福岡県の太宰府に来ているんだにゃ。太宰府へは、西鉄で行くのが便利なんだにゃ。ところで、西鉄福岡駅はすごいんだにゃ。何がすごいかというと、ホームに柱が、にゃい。しかも、この天井はただの屋根ではにゃい。この上には高速バスターミナルがあるんだにゃ。構造的にかなり野心的な設計がされているんだにゃ。太宰府駅から天満宮へはお土産屋さんが並び、いつも多くの人でにぎわっているんだにゃ。皆さん、こんにちは。歴史好きの知ったかです。古代から中世にかけて九州の政治軍事の中心は太宰府だった。この太宰府の位置する筑前の国は、本州とつながる隣の豊前の国と合わせて戦国時代には周辺勢力の争奪の場だった。もともと筑前豊前の守護だった小児氏は、周防の大内氏によって肥前へ追い出されてしまった。しかしその大内氏も安芸の毛利元就に滅ぼされてしまった。その際、大内氏の領国のうち長門周防毛利氏が豊前筑前を文庫の大友義重宗麟が分け取りにするという密約が交わされていたという。それは前にも聞いたにゃ。毛利が約束を破って九州に攻めてくるんだろ。まあそう早まるな。こうして筑前の国を支配下に置いた大友義重は、家臣の高橋明胤を筑前守護代として送り込んだ。高橋明胤は太宰府天満宮の北東にそびえる標高829メートルの宝満山の山頂周辺に宝満山城を築いて居城とし、また古代に大野城が築かれた塩氏山の一部に岩屋城を築いて市城とした。というわけで、今回は高橋明胤の生涯を紹介しつつ、彼の足跡を追っていこう。秋月種実編でかなり触れたと思うけど、内容がかぶりそうだにゃ。補足することがあるんだよ。概要欄に秋月種実のリンクを貼っておきますので、まだ見てない方はそちらもご覧ください。ぶっちゃけこの動画より秋月種実3部作の方が面白いと思うぞ。ところで宝満山城の紹介もしていないだろう。早速高橋明胤の居城宝満山城へ行ってもらおう。宝満山の標高は829メートル、登山口からの標高差は680メートルとか半端ねえが、散歩ってレベルじゃねえぞ。そのセリフ前に聞いたな。なんで九州の武将はこんな高いところに城を築くんだ。俺をぶら下げて飛んで上まで連れて行ってくれよ。それはダメ。山頂まで飛んで行ったら途中にあるものを見逃してしまうだろ。ケチ。登山道はかまど神社のすぐ近くから整備されているので、かまど神社すぐ前の内山バス停までバスで行くことができるんだにゃ。バスは西鉄とフロウ駅前から太宰府政庁跡太宰府駅前を経由していくんだにゃ。バスは結構混むので、トフロウ駅前から乗るのが利口なんだにゃ。麓のかまど神社から約 2km 歩くと一の鳥居があるんだにゃ。ここからはほとんどが石段で、平日でも登山者はそれなりにいるんだにゃ。宝満山は江戸時代に修験道の修行の場とされ、陰謀が整備された。現在キャンプセンターのある場所が座す跡とされ、ここを含めて石垣を伴う作兵地が点在しているが、宝満山城との関係はよく分かっていない。宝満山城はキャンプセンターを含む仏頂山との間の尾根上に築かれていたと考えられている。キャンプセンターから山頂へは結構高低差のある鎖場があって、ハイトーイッパーズごっこができるんだにゃ。山頂にはかまど神社の上宮が鎮座し、素晴らしい眺望が開けているんだにゃ。福岡市街から博多湾、筑前における大友氏のもう一つの重要拠点橘山城、反対側には秋月氏の居城古書山や
筑後方面まで見渡すことができるんだにゃ。ちなみに小児氏は宝満山の西に張り出した尾根城に内山城を築いて居城としていた。山林の中に石垣、堀、土塁を確認することができる。この内山城跡から宝満山山頂までうさぎ道と呼ばれる登山道が整備されていて、高橋明為の時代にも使われていた可能性がある。ああ、こっちの道は少し遠回りだけど土の道で膝に優しいんだにゃ。岩屋城は太宰府政庁跡を見下ろす塩氏山の一部、標高281メートルの岩屋山に築かれていた。塩氏山には古代山城の大野城が築かれていた。大野城は塩氏山全体にわたるかなり規模の大きい城だ。塩氏山はすり鉢状をしており、中心部は盆地のようになっていて集落もあるんだにゃ。この集落に通じる車道が岩屋城の本丸すぐ下を通っているんだにゃ。徒歩の場合は太宰府市民の森から登山道が整備されているんだにゃ。大野城と合わせていくなら太宰府駅から水亀山を経由する登山道などもあるんだにゃ。岩屋城は天正14年1586年、島津軍の猛攻に対して城主の高橋城運以下763名が壮絶な玉砕をしたことで有名であるが、高橋明為と高橋城運には直接の血のつながりはない。この前聞いたにゃ。高橋明為が追放された後、義弘なんちゃらが宝満山城に入って高橋城運になるんだろ。高橋明為は養子だという話もしたな。高橋明為は文庫の国大友氏の所流一間田氏の出身で、享禄2年1529年頃、一間田親康の次男として生まれた。天文18年1549年、高橋氏の当主長胤が跡継ぎなく死去した。高橋氏は数代前から文庫の大友氏の配下にあったため、重臣らは大友氏に養子の権を申し入れた。大友氏にとっても筑後の支配力維持のため、一間田氏の次男に高橋氏の家督を継がせ、明為と名乗らせた。高橋城は立ち洗町下高橋にあったが、現在は市街地となり、高橋神社に石碑が立っているのみなんだにゃ。西鉄久留米駅から西鉄天城線北野駅を経由する今村天主堂行きのバスが近くを通るんだにゃ。最寄りバス停は夢マート前なんだにゃ。ちなみに今村天主堂は高橋城あとと 1.3km ほどの距離のところにあり、1913年完成のロマネスク風赤レンガ建築のカトリック教会なんだにゃ。高橋明為と何の関係もないが、高橋城跡だけを見に行く気にはならないので、散歩の動機づけにいいんだにゃ。天文20年1551年、大内氏の重臣末春方が謀反を起こし、当主義孝とその嫡男義孝を殺害した。実権を握った末春方は、母が大内義孝の姉である大友宗麟の弟春房を大内氏の当主に迎えた。大内氏の家督を継いだ大友春房は大内義長と改名した。高橋明為は春房に付き従って大内家に入り、奉行人となった。お、そうだったの。大内義長は毛利元就に滅ぼされちゃうんじゃ。その通りなんだが、明為は義長に使者として文庫に送られていたため無事であったようである。その後大友氏に帰参した。それは運が良かったにゃ。てか本当に偶然。明為は武勇に優れた人物である。弘治3年1557年7月の秋月組種討伐の際に功を挙げた。実はこっそり子供の種々を逃がしていたとか。さらに永禄3年1560年に大友氏が伊予西園寺氏を攻撃した際、西園寺家臣の土井清宗を討ち取ったのも明為だと言われている。これらの功により、永禄元年頃2000兆の大禄を与えられ、宝満山城徳となり、九州最高の行政機関太宰府を管理支配することになった。また市城として岩屋城を築いた。筑前守護代に任命されたとも言われる。永禄4年1561年、秋為は第4次
文字城の戦いに出陣したが、大友方は敗れた。翌永禄5年、1562年7月、高橋昭胤は、毛利氏の誘いを受けて、毛利方に寝返る意思を伝えた。高橋昭胤が、大友宗麟に反意を抱いた理由は、実兄の市間田秋介が、大友宗麟の命で殺害されたことへの、恨み、かつて奉行を務めた大内義長を、宗麟が見殺しにしたことに対する不信、独立を目指す野心などが考えられる。その後の経緯は、秋月種種編で述べた通り、毛利氏が九州から撤退してしまって、やむなく大友氏に降伏したものの、命は助けられ追放された。9年後、大友氏が耳川の戦いで大敗すると、小倉城を拠点に馬形家城、河原岳城を攻略するなど、秋月種種と連携して、豊前で勢力を拡大したが、天正7年、1579年4月24日、小倉城で力尽きるように病死した。50歳であったと言われる。その遺言状には、大倉党は、それぞれが、あっちの勢力についたり、こっちの勢力についたりしているが、一族が、力を合わせて団結すれば、法地区に一大勢力を築けるだろうと書き残した。養子の身でありながら、大倉党の有力氏族、高橋氏としての矜持と、野心に生きた人生だったと言えるが。ちなみに、〇〇党とは、先祖を同じくする武士団の緩やかな集まりを言う。血のつながりがない共同体の場合は、〇〇一揆とか〇〇州という。小倉城は、関ヶ原の戦いの後入保した細川氏により、金星城郭として整備され、現在は、鉄筋コンクリートで復興された天守閣がそびえているんだにゃ。中にはいろいろなアトラクションがあり、子供が楽しめるようになっているんだにゃ。馬形家城と河原岳城は、豊後と筑前を結ぶ通路を監視する重要拠点にあるんだにゃ。馬形家城は、行橋市街から約 6km 内陸に行った、標高 200m ほどの馬形家山上に築かれた山城で、現在は登山道が整備されているんだにゃ。本丸のあった山頂からは、瀬戸内海まで見渡すことができるんだにゃ。また、古代の山城と考えられている御所畑黄金石とも隣接しているんだにゃ。訪問の際は、合わせて行くのがおすすめなんだにゃ。平成筑豊鉄道豊津駅が最寄りとなるんだにゃ。本数は非常に少ないけど、行橋駅から北ふもとの堤を通るバスもあるんだにゃ。河原岳城は、筑豊地区の河原岳山上に築かれた山城だったけど、現在は、石灰石採取のため大きく削り取られ、見る影もないんだにゃ。でも代わりと言ってはなんだけど、市場の障子ヶ岳城は登山道が整備され、山頂周辺は木が切られ、城跡以降が見やすく、周囲の眺望も素晴らしいんだにゃ。JR 日田彦山線西道所駅から安治見峠桜公園登山口を経由して徒歩約2時間なんだにゃ。安治見峠桜公園まで車、バイクで行けるんだにゃ。秋種の死後、後を継いだ高橋元種は、豊臣秀吉の九州平定軍に対して、河原岳城にこもって抵抗したものの、力尽きて降伏。日向延岡、5万3000石に違法された。関ヶ原の戦いでは、東軍に属し、そのまま存続を許されたが、慶長18年、1613年、幕府の罪人をかくまったとして、改易処分となり、入る先の六田名浦で生涯を終えた。